GM チャンネルスタッフ。はい、ゲームマーケットをお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。本日の担当は私バンチョと山田マンと大山マンです。本日はアウトラストをやっていくっていう形で、はい、で、前回放送されたキープトークの結果出ましたね。はい、圧倒的な大差で、はい、大山ということで、ソロそういうことになりますね。はい、何かおっしゃりたいことありますか。山田マンに絶対なると思ってたんですけど、ユーザーの皆さんがですね、私を選ぶということで、私は皆さんも大変、許さないという心を決めておりますので。ちょっと待ちなさい。だって、はい、あなた自分で言ってたじゃない、あの皆さんのコメントに素直に従いますって。言ってました。許さないって。いや、もうおかしいでしょ。許さないです。お一人お一人の ID をこれからタグルさせていいから。腹くくりなさいよ。だってあの流れはもう明らかに大山しかないでしょ。まあサクッとね、サクッとサクッとサクッともうちょんってやったら大丈夫でしょ。まあじゃあ大山ソロということで、はい、我々はけるので、はい、本当に帰るんですね。はい、帰ります。じゃああとよろしく。バイバイ。バイバイ。大山、俺をはめようとするからやで。バレた。ということで、ダッシュボタンを教えていただきましたので、ダッシュしながら本日は進めたいと思います。はい、行きましょう。シフトを押し、おい、シフトを押しながら、おお、なるほどね。これはどういう続きからかな。カメラをオンにしましょう。おい、うん、ここでマウスの左ボタンを押すか押し続けて開く。ういえ、で、暗視モードは F ボタンでございます。で、こういうやつは多分ほっといても大丈夫ということなので、パパのところへおいで、はい、F ボタン、はい、で、このまま進むにはですね、シフトボタン落ちましたね。はい、落ちたので多分落ちるが正解かな。落ちましたので、今ただ椅子に多分乗り上げましたね。このまま進むと、左に進みましょう。あ、皆さんコメントいただいておりましてね、あの下のペチャクリ、ペチャ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 クリ回ってる。あ、ジャンプするには前進してスペース。また難しいこと言うな、おい。うい。よし。下で、しゃべくり回してるやつのことは聞かなくていいという。そういうですね、非常に攻略的なコメントをいただける方、非常にありがたい次第でございますね。ただ、皆さん、このゲームをそのプレイしてらっしゃるっていうことですね。非常に私、マイナーなゲームかと思っておりましたが、柔らかい、ちょ、待って。これで、右かな。うわっ！うん。OK。よし、クリア。私もですね、大体はクリアできるようにはなってきておりますので、1回や2回びっくりしたぐらいじゃね、私もね、やられないんですよ。で、ここから、What happened? 落ちました？これ落下したということでよろしいんですか？同じところをぐるぐる回っている動画なので、おそらくここはカットされるんでしょうね。はいはいはい。では先ほどのところまで、ズドン！ここは、使われていないので私は喋ることを放棄しようと思います。右ボタンで左右右に下の監視みたいな人がやられてるのかな？ここに出ちゃう？ここに出ちゃう、あ、ここかな。なるほど。ここでしゃがめばいいんですよね。しゃがめばいいんですよね。これはどれボタンかな。コントロールっていうなんかメモを渡されておりますね。
あーすごい、うわー、うん、オッケー、オッケー、グッド。んで、こっちかな。おい。ん？暗いな。おい、こっちか。うわ、進んだ。すごい。私の動画でストーリーが進むってことはなかなかないですよ。落ちるっていうのは、大体こういう場面において絶対やってはいけないことの一つなので、落ちずに行きましょう。ただ落ちないと進めないのかしら。だって行き先ないですもんね。え、落ちるんか。だってないですもんね。いや、ちょっと一旦冷やし、あ、うん、落ちた。まあいいや。ですね、番長が何か言ってましたね。なんかお茶碗持つ方の法則みたいな。こっちかな。じゃあ、何もないと。おい、番長嘘つきと。ひ、ん、おお、危ない危ない。あ、よく落ちるところやった。落ちるっていうことは大体してはいけないことのものの一つという話をさっきしましたね、多分。しかしないと。落ちるんかな。おい、落ちようとしたけど落ちれない。これはしゃがんで進むのかしら。あら、道発見と。パイプ、お家の下かしら。おそらくもうライトがないんでしょうね。うーわー、え、ここに行くって言ってるわけ。え、お前、お前にここで合ってんの。なんか間違ってない。あ、こっち。え？下水管の外に出る方法を見つけましょう。R を出して、はいはいはい。リロードと。うわ、絶対あかんやん、こんなん。なんか、お、落盤事故かな？し。こっち。じゃなかったと。明るいな。あ、意外と明るい。ジャンプ。大体操作を覚えてまいりましたね。私もアウトラストガチ勢に仲間入りでしょうか。シェンズン。下水管の外に出たらいいんでしょ。え、そもそも、お、なんか広いところに出ましたか。振り返っても誰もいないですもんね。だいたいこういう時ってね、お、ニュールート。ただこっちもあるんですね。これはぐるぐる回ってきましたか。よし、レポート一つ取ったことでもう多分文句は言われないでしょ。あっちかな、これか。うい、あー、隙間、ここでしよう。うい、あ、なんか研究所みたいなところかな。おい、バルブを二つ回して水を流しましょう。プリズンドレイン。パルプってどこにあるの？おい。プリズンブロック。じゃあ、しゃあ、バルブ、バルブ、うっ！びっくりした。なんか自分の足音でびっくりした。バルブ、バルブ、うっ！びっくりした。なんか自分の足音でびっくりした。自分の足音でびっくりした。びっくりした。なんか
う自分の足音でびっくりした。うわあっ！びっくりした。無理かな。これどっからでしょう。あ、こっから。っていうことは、あ、やばいやつ来た。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 でも道確かこっちですよね。あれ違う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 。あ、こっちこっちこっち。バルブ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 。あれ？バルブどこ？こっちか。お、見失いやがったぞあのデブ野郎。あ、いいじゃないですか。で？扉を閉める。お、すげえ。ジャンプし。よしよし、いいぞ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 。うわっ！ん？びっくりした。ちょちょ、お前が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 ちょっと待って。隠れる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 。あ、ちょ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 、待って待って待って。バルブを、降りてきた。こ、うん、あ、あ、あ、よし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 。焦った。びっくりしたよ。逃げ道あってよかった。で、あ、もう立っていいんか。ほい。Wow! Oh my gosh! The next rule is... まだいける、あ、ジャンプジャンプだ。おーい、お前はどうだい？ん？進んでるのかい？結構進んでるよ。おバルブも一個開けたしね。ってことはクリアかな。じゃあクリア、ほぼほぼクリアしたから。よし。あ、確かに見たことない場所だね。でしょ。うん、おやるじゃない。よし、だいぶ進んでみましたので、一旦じゃあ今回ここで終了ということで。で、大山的には自己採点するとどんな感じなんだい今回は。いや、俺前回ひどかったじゃない。前回はね、確かに全く進まなかったでしょ。進まなかったね。ただ今回は、うん、レポート拾いました。いや、そんなのそこら辺に落ちてから拾う。いや、あれはでもあれを見つけるのが目的なんで、このゲームのストーリー的にちょっと進んだかなっていうところ。いや、あれはコレクターアイテムみたいな部分が強いから。あ、そうなんですか。まあちゃんとレポートは書かれてるんですよ、うんうん、その裏設定とかいろいろ。はいはいはい。じゃあ、 あれを集めてったらいいんでしょ。いやいや、あくまでもこれはこの主人公が脱出することがメインですから、うん、あ、そうなんですか。前のところからどれぐらい進んだんですか。そう、そこが感覚的に。いや、13分分ぐらい進みました。あ、番長が操作して13分ぐらい。うわ、私の操作、あ、操作ね。ね、イメージ的に。イメージ的に、ね、前回は5分、番長の5分ぐらい。あー、確かに。いや、今回は13分ぐらい進んだ。あー、じゃあ結構進んだ。うんうん、うん、なんで、次1回やってもらって。あ、なるほど、わかりました。どんだけ進んだかっていうのをちょっと見ていただければと思います。はい、まあじゃあそれはもう動画はお待ち遠しいね。そうですね、そうね、うん、ぜひこれを私が今プレイしてるのをパソコンに取り込んで見てもらえたら。わかりましたわかりました。あ、楽しみやな。はい、じゃあよし。あー、よかった、結構進んだ、貢献できてよかったな。はい、ということで、今回私、皆様の、熱いご好意により一人で、この恐ろしいゲームをさせていただいたというところではございますが、いかんせん非常に進んだと。皆様も今驚いてらっしゃると思います。あ、こんなにできる人なんだ彼はっていう。ですが、私のソロ回はこれで、金輪際人生でも一番最後と
見事にさせていただこうと思っておりますので、マンガフラグにしか聞こえない。皆さんもぜひ、キープトーキングの他のゲームもたくさん、ございますので、関連の動画も見ていただきましたらよろしく、いただき、感謝の、誠の極みでございます。はい、日本語できとるやん。ちゃんと最後ぐらいやりなさいよ。この動画、万が一、万が一ですよ、万が一頑張ったなってちょっとでも思っていただけたら、ぜひあのグッドボタンをちょっとポチッと押していただければと思います。あとコメントもぜひいただけたら。それパッと増えるだけやん。はあ、まあでもこれ高評価とコメントが多かった大山はもう一回ソロプレイがあるってことですもんね。はあ、そういうことじゃないですか。誰がそんなこと言ってた今この話の流れで。結構進んだんだ。あんたに人をはめようとするからこういうことになるんだ。話の流れで僕、あんたがはめようとする。もだってはい、この動画が良かったらぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。でも言った、チャンネル登録まだの方もねぜひよろしくお願いいたします。はい、ツイッターの方もやっておりますので、そちらの方フォローお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。あんたがだって自分でボケツ掘っただけやん。知ったな、こんなことになると思えば。あれも明らかにあんたになるよ。だってその場で楽しいかなと思って言っただけやん。それ自己主張や。自分で自分の首絞めただけ。もう面白いこと言いません。喋りません。 GM コイン